T-3 はアメリカ海軍の潜水艦。AA-1 級潜水艦の3番艦。当初の艦名は AA-3 であった。AA-3 は1917年5月21日にマサチューセッツ州クインシーのフォアリバー造戦所で寄港した。1919年5月24日にリリアン・ターヒューン・上段夫人によって命名、浸水。 1920年7月17日に SF-3 に艦種変更。1920年9月22日に T-3 と改名され、1920年12月7日にボストン海軍交渉で艦長チャールズ・ミルフォード少佐の指揮下収益した。水上艦隊のための長距離偵察商会を任務とした。 T 級潜水艦の中で2番目に収益した T-3 は姉妹艦の T-1 と共に大西洋艦隊第15潜水船隊に入属された。収益後間もなく T-3 は部隊と共に作戦活動を開始し、1922年の秋まで大西洋艦隊と共に演習に従事した。その頃までに T 潜水艦の設計上の不具合は、 明確となり、3隻すべてが退役することが決定した。T-3 はその中で最初に退役することとなった。1922年の休戦記念日に T-3 はバージニア州ハンプトンローズで退役、同地の潜水艦基地で保管された。その後 T-3 はフィラデルフィアに移動した。しかしながら T-3 の任務は終了しなかった。 TEQ 潜水艦の退役時、ドイツ製のディーゼルエンジンを試験するという考えが海軍内部で話し合われていた。当初 T-1 がこの試験に使用されることとなっていたが、一方でその資金は不十分であった。1925年に予算が認可され T-3 がモスボールを解かれ回収されることとなった。1925年10月1日に T-3 は フィラデルフィアで最終益する。その後満車製のディーゼルエンジン2機が装備された T-3 は21ヶ月にわたって機材局の試験に使用される。1927年の初夏に T-3 は試験を完了し7月14日にフィラデルフィアで退役する。3年強保管された後 T-3 は1920年9月19日に除籍された。 船体は解体され、1930年11月20日にスクラップとして売却された。ありがとうございます。